上出と申します。3分ぐらいということなんで手短に言います。最近感じていることなんですが、私は実はまあ、はっきり言って記者クラブにべったりというような生活を30何年間した後に辞めてから、まあ、大学で勉強して今フリーになってるんですけれども、だからあんまりこう、手につかないようなことにもなるんですけど、今記者会見にフリーランス記者さんに出てます。それで、最近の話で言いますと、この前5月の14日一連 のいわゆる戦争法案なんですけども、なぜか平和安全法という名前がついている一連11の、法律を一変にした安保法制、それの閣議決定があって、その時記者会見安倍首相がありました。これなんかですね、ちょっと取材したんですけどね、完璧な出来レースで、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、誰が質問する、そして今回はニコニコ動画とかフリーランスの人もいるんですけど、には質問させない、全部幹事と打ち合わせができていて、質問内容も事前に通告するんですね。もうその決まったして本当は30分だったんですけど、5分間だけ伸びたんですけどね。で一応4人だったのは5人質問した、でも全部マスコミで新聞社とかテレビ社、それで、完璧なもので出来レースになっていて、で官邸にいる記者に聞いたら、やっぱりそういうことで、事前に官房副長官とかその秘書官とかと懇談があるんですね。そういうところで大体こういうことは言わないでおこうっていうのは暗黙の了解が発生して、ほとんどその通り守られちゃってるんですね。で、まあ、記者会見が時間通りやったりってのは昔からなんですけども、まあ、こんな大事なやつだから本当は1時間ぐらいすればいいのに、まあ、たった5人質問しただけで35分で終わって、それに何の文句も言わない、もう言えないようになっているっていう。で、先ほどジェイクさんおっしゃったように、記者クラブ、まあ、マスコミの記者っていうのはやはり、なんとなくこうそれで予感がするのか、自主規制ですね。私もその研究をしてるんですけど、まあ、自己規制という私は使ってますけど、そういう雰囲気が非常に強くなってですね、それが特定秘密法に関わる、この前 のイスラム国の検証委員会、あれなんかはめちゃくちゃですけども、全然だから深い報道がされていない。で例えばその5人の検証委員会の委員の人たちは全部調べられて、プライバシーも全部明らかにされて大丈夫だってことになってるんですけど、それはどういうふうにやられたのかってことをもうちょっと具体的に本当は報道してもらえればいいんだけど、そういうことも一切取りやすい、まあ、大変その特定秘密を先取りするような危険な状況っていうのを今私はひしひしと感じています。とりあえずあとまたということで自己紹介を兼ねて報告です。よろしくお願いします。ありがとうございます。